東日本大震災と東京電力福島第一原子力発電所の事故から10年を迎えました。これまで国内外からいただいたご支援に対する感謝の思いと、復興に向けて着実に歩みを進める福島県の元気な姿を県内各地の魅力や伝統文化に乗せて発信し、復興五輪の開催に花を添えます。まずご覧いただきますのは、1014年の歴史を持ち福島が誇る伝統の侍文化、相馬野馬追です。浪江町、双葉町、大熊町で構成されるシネハ号騎馬会によるホラ街の演奏で福島県オープニングパフォーマンスの幕が開きます。そして日本を代表する伝統楽器和太鼓の演奏が福島県では大変盛んです。その和太鼓の全国大会で好成績を収め、太鼓を通じて福島の元気を全国に発信している南会津町の会津田島太鼓保存会白虎の皆さんによる太鼓演奏です。それではご覧ください。
さん、会津田島太鼓保存会の皆さん、ありがとうございました。迫力ある演奏でした。大きな拍手をお願いいたします。続いてご覧いただきますのは、東日本大震災後全国絆キャラバンを展開し全国に笑顔を届けたいわき市のスパリゾートハワイアンズダンシングチームフラガールの皆さんによるパフォーマンスです。ではお願いします。スパリゾートハワイアンズのフラガールの皆さん、ありがとうございました。大きな拍手をお送りください。華やかなステージでした。続きまして、福島県立福島西高等学校デザイン科学科の皆さんです。ようこそ。2つの作品の後ろにも生徒の皆さんいらっしゃいます。この福島西高等の皆さんは東京2020オリンピック野球ソフトボール競技の会場の福島市の東総合運動公園にウェルカムボードを制作してくれました。積極的にオリンピックの盛り上げに関わってくれています。そして今回この聖火リレーのスタートにあたりまして、この2つの作品を制作していただきました。
クジラ、そして鶴の躍動感あふれる素敵な作品ですよね。皆さんがどんな思いを込めてこの作品を制作したのかお話を伺いましょう。代表して3年生の安加奈さん、お願いします。はい、私たちは復興支援の感謝と東京オリンピックを応援する気持ちをお伝えしたいと考え、18名で協力して作品を制作しました。向かって右側の幸福を意味する鶴が太陽へ向かって飛んでいく姿が、希望へ向かって進む福島県を表現しています。画面下のこの花は希望という花言葉を持つトルコギキョウです。震災の被災地である双葉浪江町で盛んに生産されているトルコギキョウを描き、希望へ希望をたくさん詰め込みました。ありがとうございます。続いて3年生の菅野純理さん、お願いします。はい、こちらは復興や再生という意味を持つクジラを主役にして躍動的に仕上げた作品です。海から飛び上がるクジラの力強さを復興や選手の皆さんが活躍される姿と重ねています。新型コロナウイルス感染症によって世界中が大変な思いをしていますが、この大会が無事成功するように願いを込めて描きましたので、私たちの思いを感じ取っていただけたら嬉しいです。思いを込めて作ってくださったんですね。ありがとうございます。さあ、この作品はこの後会場の後ろの方に掲げさせていただきまして、福島西高の皆さんには聖火ランナーの応援もよろしくお願いいたします。福島西高の皆さんでした。ありがとうございました。最後にご覧いただきますのは南相馬市のマーチングバンドシーズプラスの皆さんによる演奏です。もともとは市内の小学校のマーチングバンドで全国大会の常連校でしたが、東日本大震災と福島第一原子力発電所の事故によりメンバーの半数が各地に避難し活動休止になりました。しかし仲間と一緒にマーチングを続けたいという子どもたちの強い思いがあり、避難先でも練習できる体制を作り上げ、再び全国大会出場を果たしました。その後小学生から大学生までのマーチングバンドとして生まれ変わりました。多くの支援への感謝と福島の今を発信しているシーズプラスの演奏です。ではどうぞ。Thank you.
シーズンプラスの皆さん、ありがとうございました。大きな拍手をお送りください。そしてここまで東京2020オリンピック聖火リレーグランドスタート式典のオープニングを盛り上げてくれた皆様に改めて大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございました。